お世話になっております。マサルです。今回はイーサネットフレームのフォーマットについて一緒に勉強していきましょう。カプセル化の動画でお話ししましたが、送りたいデータは OSI 参照モデルの各階層で制御情報が付けられていきます。カプセル化の動画の中では簡単に制御情報とだけ説明しましたが、具体的にはどのような情報が付けられているんでしょうか。今回はイーサネットフレームに注目して勉強していきます。それでは始めていきます。まずイーサネットという言葉から勉強していきましょう。イーサネットというのは OSI 参照モデルのデータリンク層で一番普及している規格です。簡単に言うとイーサネットというのは有線接続するためのルールだと思ってください。イーサネットのルールに基づいてケーブルの形やケーブルの差し込み口などが統一されて通信ができています。もちろん物理的な形だけではなくって通信をするためのフォーマットも決められています。イーサネットで通信するときにはこういう形でデータを作って送受信しましょうねというルールです。ただここが少しややこしい話なんですが、イーサネットのフレームのフォーマットは2種類あります。一つ目が DIX イーサネット、もう一つが 802.3 イーサネットです。結論から言うと覚えるべきは DIX イーサネットです。 DIX イーサネットが最もよく利用されていますからね。少し情報を補足すると DIX イーサネットの DIX は DEC、インテル、ゼロックスの頭文字を意味しています。標準化を行った3社の頭文字を取っています。一方 802.3 イーサネットはイーサネットを国際的な標準規格にするために IEEE802.3 委員会が規格化したものです。 802.3 イーサネットでは 802.2 という別規格の形式を考慮した作りになっていたのですが、 802.2 自体があまり使われなくなっているので今は DIX イーサネットが主流になっています。試験においても実務においてもお目にかかる頻度が高いのは DIX イーサネットのフレームフォーマットの方です。なので今回は DIX イーサネットのフレームのフォーマットがどのように作られているのか見ていきます。 DIX 仕様のイーサネットフレームのフォーマットはこのようになっています。まずは送りたいデータがあります。その前にタイプ、その前に送信元 MAC アドレス、その前に宛先 MAC アドレス、このような情報がついていきます。そしてデータの後ろには FCS というデータがつきます。まずはデータについて詳しく見ていきます。このデータにはパケットが入っていることになります。実際に送りたいメッセージに対して L4 ヘッダと L3 ヘッダの情報が含まれたパケットですね。ここがこのデータとして入っていることになります。ここはしっかり意識しておいてください。この話がよくわからないとかなんだっけと思う方はぜひカプセル化の動画をもう一度見直してください。次、データの前につくタイプという情報を見ていきます。タイプというのは上位層、つまりネットワーク層がどのような情報なのかを表しています。今運んでいるこの情報が IPv4 の情報なのか IPv6 の情報なのか、ここのタイプのフィールドに入ります。次は送信元 MAC アドレスです。 MAC アドレスについてはまだちゃんと説明していなくて今後別の動画を作ってお話ししますが、簡単にお伝えしておくと、あなたのパソコンが無線と有線両方で通信できるとしたら最低2つは MAC アドレスを持っていることになります。あなたからの通信が無線から出た通信なのか有線から出た通信なのか、 MAC アドレスで通信対象を識別することができます。通信をするための出入り口を判断するための情報だと考えてもらってもいいかもしれません。そして送信元 MAC アドレスがつくと次は宛先 MAC アドレスがついています。これも MAC アドレスなので通信対象を識別するための情報です。繰り返しになりますが MAC アドレスは別動画でまた詳しくお話しするので今は分からなくても大丈夫です。そして最後にデータの後ろに FCS という情報がつきます。カプセル化の動画ではここをトレーラーと説明していました。 FCS の情報でフレームが壊れていないかをチェックすることができます。具体的に FCS にどのような情報が入るのかというと、 FCS 以外のフレーム全体を対象に特定の計算を行います。
その計算結果が FCS に入ります。 FCS でデータのエラーが発生しないか判断するために、受信側でも同じように受信したフレーム全体に対して同じ計算をして、 FCS に入っている値と同じになるかを調べます。もし値が同じだったらエラーがなかったと判断、 FCS の値が異なればフレームのどこかでエラーが発生したと判断します。 FCS を確認する流れを見ていきます。送信者はまずはイーサネットフレームを作ります。データの後ろには FCS がついています。フレームに対して特定の計算を行った結果が FCS に入っています。ここまで情報ができたら相手に情報を送ってあげます。受信者は送信者と同じようにフレームに対して計算を行い、 FCS の値と比較を行います。 FCS の値が同じならばエラーなしと判断することができます。それでは今回はイーサネットフレームのフォーマットについて一緒に学習しました。最後に今回の学習内容をまとめておきましょう。今回まずはイーサネットという言葉から説明しました。イーサネットは OSI 参照モデルのデータリンク層で一番普及している規格です。簡単に言うとイーサネットは有線接続をするためのルールだと思ってください。そしてデータの作り方もフォーマットが決まっています。イーサネットのフレームのフォーマットは2種類あります。リクスイーサネットと 802.3 イーサネットです。リクスイーサネットが最もよく利用されるので、リクスイーサネットのフォーマットを覚えておきましょう。具体的なフォーマットは送りたいデータの前にタイプがつきます。タイプには運んでいるデータの情報、例えば IPv4 なのか IPv6 なのか、そのような情報が入ります。その前に送信元 MAC アドレスの情報がついて、先頭に宛先 MAC アドレスの情報がつきます。 MAC アドレスは通信対象を識別するための情報です。データの後ろには FCS という情報がつきます。 FCS でフレームが壊れてないか、エラーが起きてないかをチェックすることができます。それでは今回の動画は以上です。もしこの動画が参考になれば、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。